おばさまが安心なさるし、ジェミーのためだって。お願いです、おばさん。僕がジェミー・ケントだってことはここだけの秘密にしてください。この6人の他には絶対秘密に。お願いします。お姉さま、ポリアンナとジミーの言う通りよ。それがみんなにとって一番いい方法だわ。ジェミー・ケントはジミー・ペンデルトンとして幸せに暮らしてるんですもの。確かに、確かにその通りよ。でもジミー、あなたを私の甥としてみんなに紹介できたらどんなによかったでしょう。申し訳ありません。使っておいでとは存じませんで。どうも。待ちたまえ、ティモシー。これは君たちにも聞いてもらった方がいい。え？実は今。お父さん！つまり、その、私がカリュウ夫人に結婚を申し込んだというわけなんだ。いや、どうも突然で、私自身でさえびっくりしているんだが、カリュウ夫人がもう帰ってしまわれると思ったら、つい言わずにいられなくなって、そしたらジミーのやつ、夫人の返事も聞かんうちに興奮して飛びついたってわけなんだ。なあ、ジミー。あ、そうなんだ、僕、つい嬉しくなって。うわー私の言った通りでしょ、ポリアンナ。おじさまやっぱりカリオバ様のことお好きだったじゃない。え、そうね。素敵だわ。最高にお似合いのカップルよ。ね、ジェミー。え、そりゃあもう。おめでとう、カリオバ様。
デルトンのおじさまも本当におめでとうございます。おめでとうございます、おじさま、おばさま。おめでとうございます、ペンデルトン様。ああ、いや、しかしまだそのペンデルトンさん。はい。本当にありがとうございます。嬉しいです、私。これでみんな幸せになれますもの。おめでとうございます。本当におめでとうございます。おめでとう、おじさま、カリーおばさま。よかったわね、ジミー。うん、父さん、ありがとう。うわぁ、なんて素晴らしい日なんでしょう。私大感激だわ。大変、汽車に乗り遅れるわ。まあ、急がなくちゃ。お姉さま、私は今日で休暇が終わるからどうしても帰らなきゃならないけど、お姉さまたちはもう少しゆっくりなさったらいかが。でもだってこのままじゃ心残りでしょ。いろいろお話しなさりたいんじゃないの。ええ、それは僕は一日でも長くいてもらいたいけど。でももうずいぶん長くお邪魔してしまってご迷惑だし。あら、そんなことないわ。いていただいた方がずっと嬉しいんですもの。ね、パレおばさま。え、その通りですわ、カリウスさん。どうぞ、ごゆっくりなさってください。わあ、よかった。私とってもとっても嬉しいわ。こうして温かい思いに満たされて、デラはボストンへ帰っていきました。やれやれですな、ペンデルトンさん。 あなたのおかげですわ。いや、私はただいいえ、あなたが機転を利かせてあの場を切り抜けてくださらなかったら、今頃はジミーもポリアンナもジェミーもどんなに辛い思いをしていたか。ただ私、ジェミーを騙しているようでなんだか辛いんですの。それはジミーも言ってました。え、ジミーが。そしてパレーさんはこうおっしゃったんです。ジェミー、本当のことを話せるときは必ず来るわ。その時が来るまで待ちましょう。ジミーならジミーや私たちの気持ちをきっと分かってくれると思うのよ。あの子はあなたと同じように人の痛みが分かる思いやりのある子ですもの。カリウスさん、確かに本当のジェミーのことを隠しておくのはひどいことかもしれません。あの子たちの小さな胸を痛めつけることになるかもしれません。でも私、あの子たちのそばにいるととっても素直になれますのよ。人を思いやることができる優しい心に触れるととっても幸せになれますの。あの子たちがその心を持ち続ける限り、私はあの子たちを信じることができます。あの子たちを信じて待つことができますわ。それがみんなの幸せになると私は信じておりますの。その通りですわ、パレさん。待ちましょう。あの子たちを信じて、私も待ちましょう。でもびっくりしましたわ、ペンデルトンさん。とっさにあんなこと思いつかれるなんて。あれはとっさの思いつきなんかじゃありません。え？私は前の晩ずっとそのことを考えていたんです。そしてきちんと結婚を申し込もうとようやく心に決めてところがジミーのことでそれどころではなくなってしまった。それにジミーを餌にしてプロポーズするとは思われたくありませんでしたからね。ここは引き下がるしかないとそう思っていたんですが
それこそとっさに明暗が浮かばないままあんなことに。カリウさん、私はあれが単なる思いつきと思われたままお別れするのはつらい。改めて言わせてもらいます。考えてみてくださらんか、私との結婚を。カリウさん、私はとってもいいお話だと思いますわ。ペンデルトンさんは本当に純粋な方ですし、私お二人にお幸せになっていただきたいわ。ありがとう、バレーさん。それじゃ、私ペンデルトンさんのお気持ちとても嬉しく思いますわ。カリウさん。でも私今はとても動揺していて、すぐにお返事は考えさせてくださいまし。もう少し。もちろんです。私はあなたの気持ちが決まるまでいつまでも待つつもりです。ありがとう、ペンデルトンさん。ああよかった、私本当に帰りたくなかったのよ。僕だって本当に本当によかったわね、ジミ。うん、よかったね。ねえ、これから何して遊ぶの？そうね、魚釣り。ダメダメ、魚釣りはダメよ。そりゃそうだよね、サディは逃がしてばっかりだもの。よっぽど魚に嫌われてるんだ。まあ何よジミ、失礼ね。なんてやらないわ。山小屋？そんなのあるの？パレーおば様。ええ、もうずっと使ってないから荒れてるかもしれないけど、みんなで楽しく過ごすにはちょうどいい場所じゃないかと思って。そうだ、あの山小屋がいい。あれならしっかりしてるから、みんなで少し手を入れれば大丈夫だ。わあ、おじさまもご存知なの？ああ、昔チルトンや君のご両親と一緒に出かけてキャンプファイヤーを囲んだものだよ。わあ、私行きたいわ。おばさま、僕も賛成。私も断然行くわね、ジェミ。ええ、もちろん。ありがとう、パレさん。きっといい思い出になりますわ。翌日の朝早く、それぞれの思いを胸に一行はパレーの山小屋へと出発しました。わー、おとぎ話に出てくる家みたい。こういうところでジェミーの怖いお話聞いたらすごく面白いわ。だよポリアンナ、私怖くて眠れなくなっちゃう。さあみんなで力を合わせて掃除とキャンプファイヤーの用意だ。はい。はい、あんた。え、今頃楽しんでいらっしゃるだろうな、お嬢様たち。本当によかったね、何もかもうまく収まって。ああその通りだな、何もかもポリアンナお嬢様のおかげだよ。お嬢様がこのうちにおられて本当によかった。うん。ねえあんた、久しぶりだね。え？こうやってあんたと二人っきりで過ごすなんて。何をくだらんこと言ってんだよ。誰に。おや、あんた照れてるのかい。ああ、
私なんだか夢を見てるみたいよ。本当に来てよかったね。うん、これもみんなペンデルトンのおじさまがプロポーズしてくださったおかげね。ねえカリーおばさま、ご結婚はいつ？まあサーディったらまだはっきり決まったわけじゃないのよ。あら、そんなのないわ。みんなであんなに祝福したのに。でもね、その前にジェミーの足を治療しなくちゃならないし。おばさま、僕のためなら。いいえ、私のためよジェミー。おばさまの？ええ、私ね、ポリアンナやジミーを見ているうちに、もし本当のジェミー・ケントがいても、どこかできっと幸せに暮らしてるに違いないって思えるようになったの。無理に探し出して平和を乱すより、そーっとしといた方がいいんじゃないかしらって。私にはもうあなたというジェミーがいるし、ポリアンナが言ってたように、あなたが幸せになれば本当のジェミーもきっと幸せになってくれると思うのよ。だからまずあなたにできる限りの治療をさせてあげたいの。おばさま。わあ、よかった。これで何もかもみんなうまくいくのね。なんて素晴らしいの。私嬉しくて嬉しくてたまらないわ。僕だって嬉しいよ。よかったわねジミー。うん、よかった。本当になんて素晴らしい日なんでしょう。バレさん、ありがとう。ここへ連れてきていただいて、私本当に良かったと思いますわ。私もですよ、パレーさん。この澄み切った空気の中にいると、とても素直な気持ちになれる。素直に自分の気持ちを話し、素直に人の幸せを願うことができる。それに素直にみんなの心が通い合う気がしますわ。連れてきていただいて本当に良かったわね、ティモシー。ああ。ねえ、ジェミー。私たちポリアンナとお友達になれて本当に良かったわね。うん。僕なんかどんなに感謝してもしきれないぐらいだよ。全くその通りだよ。私たちがこうして巡り合って、それぞれが幸せを手に入れることができたのは、みんなポリアンナのおかげだ。ええ。ポリアンナが一生懸命良かったを探して、私たちに生きる喜びを与えてくれて、みんなを結びつけてくれたんですわ。私ポリアンナにお礼を言わなくちゃ。ありがとうポリアンナ。ありがとうポリアンナ。ありがとうございます、お嬢様。ありがとうポリアンナ。ああ、嬉しい。私とっても嬉しいわ。本当に本当に良かったわ。カリュー夫人の一行は楽しい思い出を胸にボストンへ帰っていきました。やがてベルディングスビルに秋が訪れて、チップマックは冬ごもりの支度を始めました。そして冬が訪れ、クリスマスを迎えたのです。ポリアンナのもとにはたくさんの人からクリスマスカードが届けられました。その中でもポリアンナを一番喜ばせたのはジェミーからのカードでした。そのカードにはジェミーの手術が成功し歩けるようになったことが書き記されていました。ジェミーが鬼だぞ。まいったな。さあジェミー、観念しろ。よし、捕まえてやるぞ。こっちよジェミー。こっちだジェミー、ほらほら。よかったわおばさま、ジェミーの足が治って。私とっても幸せだわ。お前のお父さんが言った通りだったわね、ポリアンナ。え？よかったを探しなさい、ポリアンナ。そのよかった探しがお前をきっと幸せにしてくれる。
おばさま。私も一生懸命良かったを探して幸せにならなくてはね。それが亡くなったトーマスの意志だと思うの。おじさまは私が強く生きることを望んでいらっしゃるんだと思うのよ。え、そしてねポリアンナ、私の幸せはすぐそばにあるのよ。すぐそばに？私の幸せはポリアンナ、お前がいること。お前は私のすべてなの。おばさま。一緒に良かったを探しながら元気に生きていきましょうね、ポリアンナ。おばさま、ありがとう。私、おばさまと一緒にいられて本当に本当に良かったわ。どうぞ。奥様、ペンデルトン様とジミー様がお見えでございます。メリークリスマス、ポリアンナ。メリークリスマス。メリークリスマス、ジミー。メリークリスマス、ペンデルトンさん。また雪が降ってきたよ。今夜は随分と積もりそうだ。気づく。
誓いを。